エレオノーレ・エルネスティーネ・マリーツー、ゾルムス・ホーエン・ゾルムスリッヒは、最後のヘッセン大公、エルンストルートビヒの2番目の日。エレオノーレは、ゾルムス・ホーエン・ゾルムスリッヒ公ヘルマンとその妻で、シュトルベルク・ベルニゲローで白爵家出身のアグネスの、間の次女として生まれた。1905年2月2日、ヘッセン大公、エルンストルートビヒと結婚した。 エルンストルートビヒは1901年にイギリス王女ザクセン・コーブルクゴータ王女ビクトリアメリタと離婚しておりエレオノーレとの結婚は再婚だった二人の結婚を記念してダルムシュタットの市民たちは建築家ヨゼフ・マリア・オルブリヒヒの設計になる結婚記念塔を建て対抗夫妻への贈り物とした第一次世界大戦中エレオノーレは前線に出征して 不在の夫に代わり国務を遂行し、また、病院列車に同乗して、しばしば前線を視察した。ボリムスにあるエレオノーレ高等学校は1906年10月の学生式にエレオノーレが出席したことを記念し、大公費の名前を公名としている。1918年11月のドイツ革命の結果、ドイツの君主制は廃止され、エレオノーレもヘッセン大公費の地位を失った。 1937年10月6日に、夫、エルンスト・ルート・ビヒを亡くして間もなく、エレオ・ノーレは、長男のゲオルク・ドナトゥス、その妻セシリア及び二人の孫、ルート・ビヒ、アレクサンダーと共に、悲劇的な形でその後を追うことになった。1937年11月16日、元ヘッセン大公一家は、エレオ・ノーレの次男、ルート・ビヒの結婚式に出席するためロンドンに、 向かっていたが、一家の乗った飛行機は、ベルギー領オーステンで郊外のステーンに墜落し、乗客乗員は全員死亡したのである。一家5人の意外は1週間後の11月23日、ダルムシュタットのローゼン兵営公園のエルンストルートビヒ大公の墓の隣に埋葬された。夫、エルンストルートビヒとの間に二人の息子を設けた。ありがとうございます。